テウタテスはケルト人に信仰されていた神に用いられた名前である。ルカノスのナイランやラクタンティウスの神的距離で名前が言及されており、またカイサルがガリア戦記内で言及したガリアの神の中の一柱だとされる。テウタテスに献じられた石碑なども多く発見されており、その広い信仰を示している。言語学や考古学による研究からテウタテスは 部族の神であり、また戦争の神でもあったとされる。テウタテスとロスメルタイギリスのエボラクムで発掘されたテウタテスの指輪ケルト神話にはハンケルト的に広く信仰されていた神もあったが一方でケルト内の部族ごとの神も存在した。例えば、アルウェルヌスはその中からアルウェル二族固有の神であったことが耐えやすく想像できる。こうした神は 過去の族長が神格化された一種の祖先崇拝の対象と考えられる。テウタテスは民族の神を意味する。意味から推測するとテウタテスという名はアルウェルネスのような部族の神の内特定の一柱を指す呼び名であったのかもしれない。しかし、テウタテスと呼ばれる神への信仰を示す証拠は非常に広範囲に分布しており、こうした解釈は実情にそぐわない。 テウタテスとは、もともとは、神の名ではなく、単に、民族の神という普通名詞、あるいは、部族の神に用いる損傷であったと複数の学者が推測している。こうした説に習えば、テウタテスについての記述は、テウタテスそのものではなく、テウタテスと呼ばれた、別々の部族の神に対してのものであったと、考えられる。ガリア人の信仰について、 カエサルは以下のように説明している。カエサルの説明を言葉通りに受け取れば、ガリア人はローマ人と同様にメルクディウスやアポローといった神々を信仰していたように見えるが、これは正しくない。カエサルはガリア人の神を指して、それに近い性質を持つローマの神の名前を使用することでローマ人への説明を行っている。こうしたローマ人による 他の民族の神の捉え方をローマ的解釈と呼ぶ。カエサルが挙げた神の中でマルスがテウタテスを指すものと考えられており、そうだとすれば続く、戦の神に捧げた儀式についての記述もテウタテスへの、それを説明したものということになる。テウタテスとマルスとの対応は、固定的なものではなく、ローマによるガリア平定後に作られた石碑の碑文には、 テウタテスはマルスだけでなく、メルクディウスとも同一視されたことが示されている。口実するコメンタベルネンシアにおいても、テウタテスはマルスともメルクディウスとも同一視されている。また、トーティオリクスをテウタテスの異形であるとみなすのであれば、アポロとも同一視されたことになる。しかしテウタテスはメルクディウスやアポロよりもマルスとの同一視を示す証拠が多い。 ルカヌスは内乱においてテウタテスオエススやタラニスと共に人身獄を要求するガリアの神の一つとして挙げている。内乱そのものにはこれ以上の記述はないが4世紀から9世紀の間に書かれた内乱に対する拒中を一つに集積したコメンタベルネンシアはこの人身獄に関する儀式により詳細に触れている。これによればテウタテスへは 水を満たした釜に人間を逆さに突っ込んで、溺死させるという方法で生贄を捧げたとある。グンデストルップの大釜のプレートの一つグンデストルップの大釜には、コメンタベルネンシアが示した、釜を使った溺死による、生贄の儀式を示したとも解釈できるプレートがある。不評と騎兵が行進しているためプレートが描いて、いるのは戦いの儀式であると思われる。プレートの左端には、 神と解釈できる巨人が大釜の上に人をぶら下げている。このプレートが描いているのがケルトの戦いの儀式であり、巨人をテウタテスであると解釈するのであれば、テウタテスが戦いの神の性質を持つことを示す一つの根拠になる。ただしグンデストルップの大釜には様々な解釈が成立し定説がない。不評が儀式を行う神へと更新し、騎兵は その逆に更新していることに注目するのであれば、これは、生贄ではなく、戦争の前に騎兵に施した儀式とも考えられる。そもそもケルト由来のものではないとする説もある。ありがとうございます。